皆さんこんにちは、スイカです。こちら見てください。チャンネル登録者数が10万人突破したので YouTube さんから銀の盾をいただきました。いやーマジでこの銀の再生ボタンのところの反射すごいね。もう僕の部屋がもう隅から隅まで見えますね。水風呂も見えるもん。いやーこれだけでルームツアーできそうですね。これから銀の盾の反射だけでルームツアー撮るって動画撮ろうかな。ちょっとだけ面白そう。で、まあそれは置いといて、一番嬉しかったのが、ここに僕のチャンネル名が書かれてるんですよ。フォーパッシング、10,000 サブクライバーズってことで。あ、100か。まあいいや。まあこんな感じでですね、もうようやく僕も、YouTuber、まあ、元にゲーム実況者の、まあ、通過点の一つとして、この銀の盾をもらえたっていうことで、もう本当に嬉しいです。かれこれ、僕、ゲーム実況が、そろそろ10年目になるんですよ。中学3年生の頃にニコニコ動画で、抽選パー、ブラックホワイト2から、ポケモン抽選パーやってて、そっから、XY、オメガルビー、アルファサファイア、サンムーン、ウルトラサンムーン、ソードシールド。で、スカーレット・バイオレットと。もう、多岐にわたって、抽選パー。まあ、ちょこちょこやってなかった時期はあったんですけど、まあ、前作品、やってきたんで、もう、そんな、頭のおかしいことを10年間やってて、もう、何の成果も得られませんでしたっていうのも、まあ、なかなかにあれですしね。まあ、こんな感じでちょっと、奇跡を残すことができて、本当に、嬉しいです。まあ、巷ではね、1年目とかで動画出して、で、まあ、1年足らずでチャンネル登録者数10万人突破して、まあ、銀の盾もらいましたっていう方も、まあ、結構いらっしゃると思うんですけど、まあ、僕は、残念ながらそういう人間じゃなくて、まあ、YouTube で、まあ、8年間、9年間やって、ようやく、手に入れられた代物なんで、まあ、本当に、周りの YouTuber を見てると、頭のおかしい人たち、たくさんいて、若干劣等感を感じながらも、まあ、なんとかここまで行けて本当に良かったです。これも本当に皆さんが僕の抽選パをずっと追いかけていただいた結果でもありますので、本当に皆さんここまで見ていただきましてありがとうございます。まあ、これからもね、もうポケモン引退をちょっと宣言しちゃってるんで、もう引退しないようにポケモンスカーレット・バイオレット、まあ、ダウンロードコンテンツ解禁する前に、抽選パー、なんとか活躍させようと思ってますので、引き続き皆さん、応援の方、よろしくお願いします。次はチャンネル登録者数何人目指そうかな。もう正直に100万人はね、ちょっと、さすがにちょっと無理か、無理っていう言い方は良くないけど、多分、このペースでいったら、だって10年で10万人でしょ？って考えたら、俺90年後ですよ。90年後、僕の年齢多分115歳。115歳まで、そもそも生きれるかどうかも怪しいですしね。まあそういうことで、まあ、僕がこのペースで金の盾まで行くのにはまあ90年かかるということなので、皆さんチャンネル登録者数100万人はちょっと厳しいと思っていただけるといいかなと思ってます。はい。まあ、そういうことで、引き続き、まあ、ポケモンだけで今のところはやってきてはいるんですけど、もしかしたら、ポケモン以外の何かもちょっとしていけるといいかなと思ってます。以上、ご報告でした。ここまで見てくれてありがとう。